どうも皆さんこんにちは、こんばんは、エルザレットです。今回はスライドは使う使わない使い分けで有利対面にとなります。バッタリーに限らずマニューバーの場合はスライドのタイミングって難しいですよね。スライドしすぎるとインク切れしますし、硬直を狙われることもあります。人によっては歩き打ちの人も多いかと思います。そこで今回はスライドの使い分けに関して考えていることをまとめていきたいと思います。スライドは使っていけというのもありますが、どうせなら有利に使いたいですからね。今後も更新をしていきますので、動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。スパッタリーを使っているとスライドの軽さからついつい使ってしまいますよね。スピード感があるのでキル取れると気持ちいいです。また相手を対面中に撹乱できるのも特徴ですよね。ですがそんなスライドも有利と不利がありますので分けて話したいと思います。まず有利の1つ目から。1つ目は潜伏からのスライドです。スライドの強みは最速のキル速です。それを最大限に活かすなら潜伏からのキルが有効となります。潜伏する場所にもよりますが、これが決まると相手が潜伏に気をつけるようになるので動きが鈍るんですよね。そういった意味でも潜伏からのスライドはかなり強力かと思います。2つ目は横と後ろから取った時ですね。相手のエイムが一瞬遅れる場面です。またスライドを正面で使う場合、相手と常に向き合った状態で対面することになります。こうなると硬直を狙われやすいっていうのがありますね。そこで横を取って相手の後ろを取るように回りながらスライドをするという対面が有利に進めることができます。要は正面に立たずスライドの硬直を狙われないように常にくるくる回るって感じですね。3つ目は上から落下しながらスライドを当てることです。これは高所から下にいる敵に対してキルを入れるときに使います。高所からゆっくり降りるわけではなく強襲をかけれるので、相手が気づいてないときは特に有利に攻めれます。ただこれに関しては画面がかなり早く動きますのでエイムを合わせるのが難しいです。しっかり狙いを定めてからすることが大事です。まあ、慣れてくれば壁を使ったスライドというものもできるので、このあたりは練習すると面白いですね。4つ目は正面ですでにダメージを与えていたというときです。限定的ですが、被弾している相手と対面の時にはスライドはとても有効です。こちらの火力もそれなりにありますので、スライドで一気に詰めてキルを取りたいんですよね。ですが、スライドする時は被弾を受ける可能性も高く、相打ちになることもあります。それを少しでも減らすために、被弾している相手に対してスライドで一気に攻めるという方法です。キル速がいくら速いと言っても、スライド中のダメージも受けますので、それを考えると、まあ、被弾してる相手が一番有効かなと思います。有効な手段に関しては、相手の横を取り続けることが重要かと思います。射程は短いので、かなり難しいですからね。しっかりと隙をついていきましょう。続いては、スライドの振りの場面についてです。スライドといっても、ダメージを受けちゃいますからね。何かと注意が必要となります。一つ目は正面でお互い無傷な時です。正直射程がすでに不利なのでスライドで詰めて倒そうとしても攻撃を当てる前に被弾します。最悪やられてしまいますので、無傷な相手に対しては正面からスライドは避けていくのがいいかと思います。でもこれ面白いんですけど、なんか吸い込まれていくんですよね、スライドしてるとね、というのがありますので注意が必要ですね。またスライド中は無敵ではないので、そこの注意も必要ですね。被弾するっていうのはあくまで覚えておいてください。2つ目はチャージャーの射線が見えている時です。後衛に対しては攻撃をするわけではないのですが、スライドの硬直を狙われます。特にリッターなどがいた場合、硬直を狙ってきますので、射線が見えた際は潜伏に切り替えて攻撃を受けないようにしましょう。とにかく射線が通るところにいないっていうのが大事です。3つ目は、イカ移動からのスライドです。移動しながらのキルを狙う際によくする行動ですね。全く不利なスライドではないんですが、相手に位置がバレている状態で使うので、被弾している可能性がとても高いです。被弾した状態でスライドすると、そのまま攻撃できずにデスするということもあり得ますので、注意が必要です。
一つ目に紹介した要素と近いところがありますね。また異界移動からのスライドっていうのは異界移動状態は見られていますので、単調な動きになりやすいです。イカロールを挟めばまた違いますが、このあたりは単調な動きになる一つの行動ですので、そういった意味でも気をつけてください。4つ目は敵インク上でスライドするです。これは対面中で仕方なくならいいんですが、敵陣にあえて突っ込んだ場合は不利になります。スプラのスリップダメージは約1秒ほどで最大40ほど入ります。ほぼ半分のダメージが入るんですよね。そのため敵陣に突っ込む際にスライドで相手のインクを無理やり進むのは得策ではありません。しっかりと足場を整えて潜伏からキルを取ったり、あとは敵インクを踏まないようにジャンプしながらインクの上を飛んでいくっていうのも必要になってきます。以上となります。フリー対面に関しては被弾を想定した場合が多くなります。また正面での対面は結構不利です。射程があればよかったのですが、射程がない分どうしても攻撃を受けちゃいますからね、対策が必要です。スライドを使うことを中心に話してきましたが、スライド以外にも対面において活用できるものがあります。それはジャンプ打ちです。ジャンプ打ちに関しては射程をちょっとだけ伸ばす効果がありますので、単射程においてはとても重要となります。正面での対面の際にジャンプ打ちでダメージを与え、相手の懐にスライドするという流れがあります。ジャンプ打ちをすることにより相手との間合いも測れますし、タイミングも狙えるというのがあります。状況次第では交代するという選択もできます。また前線のため連戦する可能性が非常に高いです。なのでスライドを温存できるのであれば温存しておくと、さらに対面がしやすくなるというのがありますね。またスライドに関してはなるべく後出しで使うというのが有利に働くことが多いです。スライドが残ってるだけで選択肢が増えるというのがあるんですよね。特にマニューバー同士の場合はスライド後出しはかなり強いかなと思います。そのスライドを温存するための方法としてジャンプ打ちが有効になるわけです。牽制の試合になるわけですね。またイカロールもジャンプ打ち同様、駆け引きの際は有効な手段かと思います。単純にイカロールからのスライドで飛距離を伸ばせますからね。味方のカバーの際に距離稼ぎとして使うのはいいかと思います。はい、ということで今回ここまでとなります。スライドは使う、使わない、使い分けで有利対面にはいかがでしたでしょうか。今回はスライドについてでしたが、ついつい使ってしまいたくなりますよね。ですが使いどころが悪いとすぐやられちゃいます。スライドを活用して有利に対面を進めることが大事かと思いますので、しっかり場面で使い分けていきましょう。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。